2010年皆さんの身だしなみは整いましたでしょうか。身だしなみオタクが考える買ってよかったことやってよかったことまとめてみましたので参考にしてみてください。はい、こんにちは、大人男子ラボの宮永エイトです。今年もですねあと数日となりました。皆さん今年もいろいろお世話になりました。ありがとうございます。今年ね、締めくくりの企画としてですね、2020年、買ってよかったものっていうのはいっぱいあると思うんですけども、買ってよかったものプラス、やっで良かった、美容に関することっていうのを、僕なりにまとめて2020年の総集編ということで、お届けしていきたいなというふうに思います。まあね、今年は僕も、2020年かなりですね、美容としてのお仕事っていうのもたくさん呼んでいただいたりとか、個人的にもね本当にいろんなものを試しまくって、自らを実験台にしてですね、いろんなことをやってきた年でもありました。来年もねもちろんそういう形でやっていきたいと思うんですけども、その中で自分がやってよかったなって思うこと結構いっぱいあったので、それをですねまとめて5個、絞ってですねご紹介していきたいと思います。まず1個目、買ってよかったものとしては、パナソニックの眉毛カッターですね。こちら、買ってよかったなと思うんですけども、やってよかったこととしてはですね、眉サロンに僕今年行ったんですよね。はい、眉サロンで眉毛をですね、綺麗に自分のなりたい印象を伝えて整えてもらって、その後にメンテナンスとしてこの眉カッターを使ってたという形になります。なのでこのセットが僕すごいやってよかったなというふうに思います。っていうのもですね、やっぱり中学生頃から、自分で眉毛を整えるっていう習慣あるじゃないですか。そこでね失敗してなくなっちゃったりとか結構あるじゃないですか。僕も結構ねなんか適当にやって変な眉毛になっちゃったりとか薄くなっちゃったりとか結構してきたんですけども、眉毛サロンに行ったらですねそんな悩み全部吹っ飛んじゃいました。眉毛サロンっていうのは、僕からすると、今の僕の立場からすると美容室行くのと同じようなもんだなって思います。自分のなりたい髪型だったりとか自分の悩みだったりとかこういう印象にしたいよっていうのをやっぱプロに任せた方が一番いいなと思っています。で、家でやるこういうパナソニックとかのシェーバーを使ってやるメンテナンスは髪の毛で例えると2ブロックの処理を自分でするぐらいな感覚ですね。次のサロンだったりとか次の眉毛サロン美容室までのつなぎとして、みんなバリカンでねここら辺だけやったりするじゃないですか。それがこれだなという感じです。なので僕はですね、ビジネスマン風の眉毛っていうのをなりたい印象だったりとか伝えて作ってもらいました。作ってもらってこんな形がいいんだな、僕にはこういうところを整えたんだっていう模範回転を作ってもらってから、本当にね無駄毛が生えたら 2,3 日に1回とか、これでピッ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 ってやったら常に綺麗なその作ってもらった状態保てるんですよ。で、またイメチェンしたいなとか印象変えたいなとかまたちょっと崩れてきちゃったなって思ったらまたプロにお願いするっていうそのサイクルをやってるいると格段に良くなったなというふうに思います。都内でやれてるところとしてはイケメン製作所さんっていうですね本にも書いたんですけどもかなりしっかりですねカウンセリングを行って、もらえて、こういった印象でやりたいなこの角度でこの濃度でみたいな感じでかなりロジカルに眉毛作ってくるのでおすすめです。イケメン製作所によると目の印象って全体の 27% を占めるっていうですね、データも取られてるみたいなんで、これはですね第一印象ですね掴む上で、眉毛のサロン行くっていうのと3日に1回ぐらいもうこれでこまめに整えるっていうのが、かなり良かったなというふうに思います。2つ目はスキンケアなんですけども、スキンケア僕今年、メインで使ってたのがこのセラキュアっていうですね、カズノスケさんがプロデュースした化粧水と、ビタミン C の美容液、こちらを2つですねセットで、よく使ってました。で、なんでここに行き着いたかっていうと、今年ですね自分の肌悩みっていうものに対して、深く考えた年だったんですよね。僕の悩みって何なんだろうなって思った時にやっぱり鼻周りの毛穴だったんですよ。ニキビとかももちろんその他もろもろあるんですけども、一番解決したいところって何なんだろうって思った時に、鼻周りのやっぱ皮脂の多さと、毛穴の目立ちっていうのがすごい気になって、やっぱそこをね、どうにか改善したいと思って、スキンケアをいろいろ選びました。鼻のね毛穴、皮脂によるですね油がいっぱい出ちゃって、角栓が溜まったりとかそういうのをどうやってやっていこうかなって思った時にいろいろ試した結果、セラミドっていうのが配合された、化粧水、これが一番良かったんですよ。
で、こういうどういうふうに試したかっていうと、この1年間でですね、もう10種類から20種類ぐらいは化粧水試したと思います。その中で塗ってから数十分後ぐらいかなに鼻の状態をチェックして、あんまり自分に合ってない化粧水だったりとか皮脂が抑えられてない化粧水だと、ここのね、もう30分後ぐらいにブワッて油が出てるんですよ。はい、なんですけど、僕はね、このセラミドの化粧水を使った時から、このね、30分ぐらいに皮脂がブワってちょっと出ますよ、もちろんちょっとは出るんですけども、かなり少なくなったなと感じました。それはセラミドが持っている角層の、ね、内部にある水分をまあつなぎ止めたりとか保持する、まあいわゆる保湿能力っていうのが、自分のこの鼻に合っていたっていうのプラス、こちらのですね、ビタミン C、ビタミン C で皮脂を抑制したりとか、まあ、ニキビとかにもいいんですけど、そういったところをね、僕は期待して塗ってたんですけども、このダブルパンチをすることで鼻のね、皮脂がかなり減ったなというふうに思いました。で、まあ、それによって、やっぱりケアとかね、クリニック行って毛穴吸引したりとか、いろいろやっていくうちに毛穴がどん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 目立たなくなっていって、今年1年でかなり改善されたかなというふうに思います。なので自分に合った化粧水ってやっぱ人それぞれ違うので、僕の場合はセラミドがすごい良かった。いろいろね、有効成分だったりとか、自分に合った成分ってあると思うので、そこの有効成分だったりとか自分の肌悩みに合ったものをマッチングさせるっていうのが、やっぱり大事なんだなっていうのを今年の気づきだったので、また来年ね、どういう悩みが出てくるか分かんないし、これからまたね、30中盤になってきたらアンチエイジングとかそういうものにもなってくると思うので、その自分の悩み見かける、それに合う成分のマッチング、それって何なんだろうっていうのを、考えて、スキンケアすると効果があったなというふうに思うので、やっぱりなんかそういうのを考えるっていう癖をですね、常につけたいなというふうに思いました。はい、ちょっとここの間でですね、スキンケアと来たので次メイクなんですけども、ちょっと告知を挟みながらね、お話しさせていただければなというふうに思います。僕今年ですね、1年中ですね、 BB クリームっていうのを塗ってました。 BB クリームっていうのは化粧の下地 と、日焼け止めとファンデーションが一体になったオールインワンの肌色補正ができる日焼け止めといいますか、オールインワンファンデーションといいますか、肌をきれいにしてくれる、まあ、メイクアップ用品なんですけども、これをですね、今僕が塗ってるのがですね、1月6日に発売する、僕が運営するブランドレタッチから出る BB クリームでございます。この BB クリームね、本当に1年間やってお世話になったなというふうに思うのと、やっぱりこれないとちょっと外に出づらくなったなっていうのが正直あって、まあ見ても分かる通り超ナチュラルなんですけど、僕これで落とすと結構ね、肌ね、汚かったりとか、もうちょっとくすんでいたりとかするんですけども、やっぱりね、印象が上がるんですよね。調子のいい自分に取り戻してくれるぐらいな感じなんですよね。なんで決して美しくしようとかそういう意味ではないんですけども、ちょっとね、身だしなみとして BB クリームっていうのを今年、まあ、ほぼ毎日塗っておりました。詳しくは発売開始が1月6日なので、その日にですね、かなり詳しい動画を出そうと思うんですけども、ちょっとビジュアルだけ見せようかなというふうに思います。はい、箱こんな感じです。僕が作った BB クリームです。レタッチの BB クリームで、中身こんな感じ、かなりですね、ちょっとフェイスギアといいますか、男性の、手持ちの持ち物だったりとかカバンの中身とか、仕事道具に合うようなデザインで、かなりナチュラルに一色展開で分かりやすく作りました。これに関してはですね、またちょっとお話しさせていただくんですが、この BB クリーム と、リップクリームも作ったんですよ。リップクリーム同じような箱のデザインで、こちらもですね、ちょっと似たようなデザインなんですけども、これも海外の USB のメモリーをちょっとアレンジしたようなデザイン、そういったガジェットから、デザインの着想を得て、めちゃくちゃかっこいいリップクリーム、作りました。こちらがどんなものなのかっていうのは、まあ、1月6日の動画を楽しみにしていただければなというふうに思うんですけども、その日から発売開始になりますので、まあ、BB クリームだったりとかね、こういうメイクアップ用品っていうのを軽めにささっとやるっていうのも、今年、かなりやってよかったなというふうに思った一つでございました。はい、続いて、髪の毛系ですね。はい、髪の毛系だとですね、買ってよかったものとして、こちらスタイリングコームっていうのをですね、今年買いました。
これがねめちゃくちゃ盲点というか、美容師をやっていたのに知らなかったアイテムなんですけども、超絶使いやすかったので、これはね皆さん一家にしてあった方がいいなというふうに思います。これ何かっていうと、まあ、いわゆる櫛なんですけども、かなりですね粗めの櫛が片方、ちょっと密な櫛よりは粗めな、刃が片方っていう感じですね。2つとも使える、櫛になってるんですけども、これどういう時に使うかっていうと、上げるスタイルの時に、ジェルとかグリースでやると思うんですけども、手でやると引っかかったりとか、ちょっとねこの毛流れがこうぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、まあ、手だとちょっとね、綺麗な毛流れが作れなかったりするんですよね。その時にこのスタイリングコームのまず粗い方でざっくりと溶かしてあげる、その後にこの密な方で毛流れをきれいに作ってあげると、今の僕もそうなんですけども、きれいな毛流れで、アップバング、毛流れセンターパート、そういったものが作ることができるっていうのでですね、これをやることによって清潔感がねかなり増したなというふうに思います。ただただ、手で手ぐしで作るアップバングだったりとか、毛流れセンターパートより、こいつで溶かしてあげて作るアップバング毛流れセンターパートの方が清潔感がかなり上がるという、それは目がちゃんと均一な目で綺麗に溶かれているから、この目分の束が綺麗にできるので、毛流れが綺麗に見えるっていう話なんですけども、これはかなり使ってよかったです。あと、僕みたいなマッシュだったりとかセンターパッドの長さ以外の方も使えます。それはどういう時かっていうと、ベリーショートの方でやっぱバーバースタイルだったりとか、ベリーショートでちょっとアップバングしたりとか、前にこう寄せるようなね、ベッカムヘアのようなスタイル、そういうのをグリスだったりとか、ジェルで作る時も大いに使えます。なので、まあ元々ねウルフマンっていう、バーバーさんが作っているスタイリングコームなので、やっぱバーバーに合う髪型なのでね、ベリーショートだったりとか、こういうアップバングだったりとか、七三のパリッとしたスタイルもちろん合うんですけども、結構さまざまな、スタイルで使えるなと思ったので、これはね1000円ちょいぐらいなんで、絶対1個持ってた方がいいなというふうに思いますね。はいはい、次もう一つなんですけど、これはね買ってよかったものというよりはやってよかったものなんですけども、今年僕パーマ2回かけたんですけども、緩めのパーマって本当にいいなというふうに思いました。実はですね、僕高校生以来、今30歳ですけど15年ぐらいパーマをかけてなかったんですよ。っていうのもパーマってなんか逆に扱いづらくなったりとか、1ヶ月2ヶ月して毛量が多くなってきた時にボンバーヘッドセットになっちゃう、ような気がして、あまりねかけてなかったんですけども、今、まあ、薬も15年前からかなり進化して、かなり自然なね柔らかいカールを作ることが、可能になったっていうのと、昔みたいなギチギチのパーマ、クリクリのパーマではなくて、わりかし緩めの毛先中心のカールを作る、毛流れを作るためのカールを作るっていう意味で、今年パーマに2回挑戦したんですけども、非常にスタイリングしやすかったですね。やっぱアップバングをする上でもやっぱパーマかかってるんで、ね、上がりやすいんですよ。プラスこういった毛流れを作る時もちょっとね、中間ぐらいにあるカールを毛先に伸ばして溜めると、こういった毛流れ、毛先中心でカールを作って毛流れを簡単に作れるとか、まあ寝癖で寝坊しちゃったなみたいな日とかも、そのままちょっとワックスでぐしゃぐしゃってやれば、どうにか寝癖っぽいねくすげ風のスタイリングができたりとか、いろんなアレンジ効くので、まあやってるのも面白かった、スタイリングするのも面白かったですし、何より、楽だなっていうのがあったので、毛先中心のパーマっていうのは、まあ、センターパートの方だったりとか、マッシュの方だったりとか、そういった方は、一回ね挑戦してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて毛系のアイテムですね。毛系のアイテムで、買ってよかったものはこちら、パナソニックのボディトリマーでございます。これね、単品の商品紹介の動画では今年一番再生された、動画だなと思います。二十何万回再生されて、僕もね、僕自身もそんなに回るんだっていうので結構びっくりしたんですけども、これはかなり、需要あるんだなというふうに思いました。やっぱみんなね毛については男性悩んでるんだなというふうに思いましたね。今年やっぱり
ローランドさんとか手越さんとかヒカルさんとかそういったトップ YouTuber の方、有名著名人の方が、脱毛サロンをね、オープンされたっていうのが結構目立っていて、今年から来年にかけて、メンズ脱毛元年なんじゃないかなというふうに思うんですけども、やっぱりね、ある程度毛が残っていた方がいい場所っていうのもあったりします。それはもうもちろん人それぞれなんですけども、すね毛はちょっとツルツルまでは行きたくないけど、ボーボーもやだなみたいな、そういった時に、ここら辺は脱毛してもいいと思うんだけど、ここら辺はちょっと残したいっていう時に、ボディトリムはかなり、役立つなというふうに思いました。これはですね、3ミリだったりとか6ミリのアタッチメントがついているので、このアタッチメントをつけて、バリバリと整えていくと清潔感があるぐらいの、毛が生えた状態っていうのが作れるんですよね。これが、僕は結構マッチしていて、まあ、もちろんね、僕もいらないなって思う部分いっぱいあるんですよ。例えば指だったりとか腕のここら辺とかあんまいらないなって思うんですけど、なんで来年ここら辺は脱毛しようと思うんですけども、ここら辺はちょびっとあるぐらいは欲しいなとか、すね周りはツルツルじゃなくてちょびっと欲しいなみたいな、そういうところはですね、これでやるようにしております。まあ、あのね、パナソニック、安心としないのパナソニックなので、歯とかもねかなりパワフルで、綺麗に揃えますし、アンダーヘアだったりとかそういうところもね、結構これで調整するとかなり綺麗になります。サウナとか僕結構行くんですけど、サウナね、ボーボーすぎてもうね、あのブツがほぼ隠れちゃうぐらい、アンダーヘアの話なんですけど、ブツがほぼ隠れちゃうぐらい毛で覆われてる人いると思うんですけど、あれ結構ちょっとね、ケツですよね、はい、なのでやっぱりある程度ね、アンダーヘアも、まあ、ツルツルっていうのも手なんですけども、ある程度調整するっていうのも結構ね、こういうボディトリマーで叶えてくれたりするので、そういった方もですね、ぜひ使っていただきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで、なんやかんや最後なんですけども、最後はちょっとイレギュラーなんですけども、はい、これ僕がアンバサダー務めてる、リッチルですね、これも、意外と1ヶ月ぐらい前に動画出して、意外と再生数が上がっておりまして、CBD のベイプなんですけども、意外と皆さん興味あったんだなというふうに僕も結構驚きました。僕は個人的にその今年ね、CBD っていうね、アイテムかなり、注目度が上がっていて、まあリラックスだったりとかチルっていう部分で、CBD のエキスをねちょっと舌に垂らしたりとか、こういうベイプで吸引したりとか、いろんな摂取方法でリラックス空間を自ら作るっていうのをね、いろいろ皆さんやっていたと思うんですけども、チルっていうところに対して僕は結構こういうねメイクだったりとかスキンケアで、モチベーションを上げてオンの部分を作ってるんですよ。オン、これを使ってモチベーションを上げようとか、こういうことをして、仕事に対して、ちょっと前向きにガンガン行こうぜみたいな、オンの部分作ってるんですけども、やっぱ人間ってオンの部分だけだと疲れちゃうんですよ。なので、オフを作んなきゃいけないなと思っていて、お風呂のねバスオイルを使ったりとか、いろいろリラックスをしたりとかしたんですけども、その中で一番気に入ったのがこの CBD のベイプの、リッチルとこのデバイスのヨーズっていうやつですね。これをすると、まあCBD なのでリラックス効果があって、ふーってほっと一息、できるんですけども、僕の場合はサウナの後がマジでいいです。はい、で僕今年ね、今年の後半ぐらいから、サウナドハマりしまして、全体的に流行ってますけども、サウナに行ってですね、都内のサウナをね今結構巡ってます。その時にサウナ入って副交感神経がかなり優位になった、リラックスした状態でこの CBD のベイプを吸うとさらにリラックスして、まあ僕の個人的な感想としてはかなり熟睡できるっていう、印象がありました。こういったね、まあちょっと中には怪しいんじゃね CBD っていう方結構いると思うんですけども、まあね、今結構ビジネス的にも流行ってきてますし、このリッチルに関しては安全性っていうのも結構出てますので、そういったところはですね、信頼して使っていただいていいんじゃないかなというふうに思うので、これもおすすめの2020年アイテムとして選ばさせていただきました。
はい、そんな感じでですね、僕が2020年、買ってよかったものとやってよかったこと5つプラスですね、自分の商品番外編で、6つ、伝えさせていただきました。皆さんは2020年美容の方はいかがだったでしょうか。まだまだね、自分に合ったものを見つけられてないよっていう方もいらっしゃると思いますし、まだまだ探求したいとか、これからやっていきたいという方もいらっしゃると思うので、2021年もですね、僕は美容を追求していきますし、身だしなみっていうのを文化を広げるためにですね、あの手この手で、いろいろやっていきたいと思いますので、2021年も何卒よろしくお願いいたします。今年動画ね、最後に皆さんの懺悔を聞くっていうですね、コンテンツで、明日明後日ぐらいにね上がって終わりになると思いますので、とりあえず次の動画でまたお会いしましょうということなんですけども、2020年、美容のことに関しては締めくくりになります。今年も皆さんお世話になりました。ありがとうございました。来年もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。